火曜日、今日は火曜日、今週もこんにちは。おっさんが粋なことやっちゃう予定の昼ちょい始まるよ。よいしょー、くっどんだひんらしんだびんえよー。今日はなんと収録でお届け。でも元気に行くのは変わりないぜ。草食系親父の昼休みまでもうちょっと。さあ、ワンクールの半分過ぎて第8回だってよ。半分過ぎたの前回か。まあいいや、8回目にして収録初ね、末広がりの8で初みたいなね。こう ちょっとね、なんかこう感覚違うんだよね。やっぱりなんつってもね、どんな感覚が違うかっていうと、あのイケメンディレクターのツッツーとだね、あの対面なのよこれ。いつもあの隣のね、あのブースでなんかこう90度の関係なんだけどさ、もう今日ガッツリよく、何ガッポリ四つでちょっとなんか変な緊張してます。そうで、なんで収録かってね、もう忙しくて、うわもう忙しいってずっとごめん、本当申し訳ないんだけど収録にしてっていうことではなくてさ、残念ながら忙しくしたいんだけどさ、そうじゃないんだよ、まあ事情があって収録なんだわ。収録だけど今日もヨーロピックね、ヨーロピック、オープニングでね、テーマ的なものを歌ったんだけどさ、これなんかちょっとウクレレっぽくない？ちょっと結構気に入ってんだけどさ、自分で。なんか E7 とか使ってみちゃったりさ、とかさ、ディミニッシュとか使っちゃったりとかさ、親指で弾こうと思ったんだけど弾けなかったから、いつも通り弾こうと思ったんだけど。これね、唯一の欠点はね、なんかこう番組のノリと全く違う曲になっちゃったんだよね。なんか、どんな番組始まるかって、なんつうの？初めて物語のロングおじさんとか出てきそうな感じじゃない？全然わかんないよね、それ。なんかこう、ほのぼのとした感じでさ、おっさんはおっさんなんだけど、なんか50代くらいのさ、こう、ログハウスに住んでそうなおっさんっていうの。はい。そんなテーマになっちゃった。さあ、この番組は、スカイツリーのお日様と、マロッポ放送室からお届けします。